皆さんおはこんばにちは。いきなりではあるが皆さんは第二次世界大戦におけるドイツに占領された唯一の英国領を知っているのだろうか。何も知らない方はイギリスだしイギリスだと思うだろう。ある程度の知識がある方ならばそんなものなどないと言い切るだろう。バトルオブブリテンでボロ負けしたクラウト野郎にある土地はないって。なめしがまずいところなんか金もらっても占領したくないわ。それはそれとしてチャンネル諸島が実は唯一ドイツ軍に占領された英国領だったりする。細かいのを探せば他にもあるかもしれないがそれは省かせていただく。チャンネル諸島を存じ上げない方もいるだろうからまずはチャンネル諸島の概要を伝えていこう。まずはチャンネル諸島の場所を把握しておこう。英仏海峡に位置しており、どちらかというとフランスに近い。事実住民の多くがノルマン系フランス人であり、今でも農村部ではフランス語を話す地域がある。次に行政及び歴史。チャンネル諸島では石器時代から人の痕跡を確認でき、石像や墳墓が確認されていることからかなりな規模の人数が居住していたと思われる。ローマ帝国の時代になると直接な支配は受けていないものの、商人や役人の出入りが確認されている。詳細は不明だがおそらく5世紀前後にはフランク王国の支配下に入っており、6世紀にはキリスト教の宣教師が訪れた。9世紀初頭にはバイキングによる襲撃が盛んになり、この頃から北欧起源の地名が多く出現するようになる。その後初頭はフランク王からノルマンディー公に譲渡され、933年にノルマンディー公国に編入される。ノルマンコンクエストによってノルマンディー公がイングランド王になって以来、現代までイングランド王の個人領地となっている。そのため名目上イギリス領ではあるものの独自の政府を有しており、連合王国には所属していない。ジャージー島やガーンジー島など5つの島々と島嶼によって構成される194平方キロメートルの小さな自治領であるが、島の経済はタックスヘイブンによって回されており、またジャージー流もジャージー島の出身だったりと牧畜も盛んである。そのため諸島の経済は連合王国に大きく依存せず、高い独立性を維持している。ちなみに同じ名前の諸島がカリフォルニア沖にもあるが、当たり前だが全くの別物である。とまあチャンネル諸島の概要はこれくらいにしてそろそろ本題に移っていこう。1939年9月のドイツによるポーランド侵攻を受け、英仏はドイツに宣戦布告。しかしながらフランスがわずか1ヶ月で降伏したためチャンネル諸島はドイツ軍の脅威に直面することとなる。だがイギリス軍は戦略的理由によってチャンネル諸島の防衛を放棄。これを受け各自治政府は占領に備え改変を実施し、また住民の約3割が英本土に自主避難した。6月16日にチャンネル諸島は無防備都市宣言を行ったが、ドイツ側はこれを認識しておらず、28日にガーンジーとジャージーの2島の港湾設備を爆撃。この時ガーンジー島でトマト運送用のトラックを軍事用と誤解し爆撃したため多数の島民が死亡。同様なことはジャージー島でも起こり、一連の爆撃で44人の民間人が死亡した。その後もドイツは島の非軍事化に気がつかず、2個大隊による島への襲撃を計画していた。その間、偵察パイロットであるハウプトマン、リーベ、ピエテリッツがガーンジー島の無人飛行場に着陸。軍隊が駐在していないことを確認しこれを第3航空艦隊に報告。そして当日の夜に空挺部隊が輸送機で島に到着。デイリが署名した手紙をガーンジー島の警官がドイツ軍に届けたことによって、初めてドイツ軍が諸島が完全に無防備であることを知った。その後ドイツのアルブレヒト、ランツ少佐がガーンジーがドイツの占領下であると発表。他の島々も7月4日までに降伏し、ドイツはチャンネル諸島を完全に占領下に置いた。こうして数百年の歴史を持つ直轄領は崩壊を交えることなく陥落したのである。占領後ドイツは即座に対空砲や通信機器を設置。さらにヒトラーはチャンネル諸島占領を英本土占領のモデルとして扱ったため、他の占領地と比べ異常とも言えるほどの大軍団が駐在することとなる。それでは次にドイツの占領政策を見ていこう。占領というからにはもちろん軍隊が配備されるが、チャンネル諸島のそれは異常であった。チャンネル諸島は41年4月30日までは第216歩兵師団、その後は第319歩兵師団によって防衛されるが、独ソ戦開始以降に駐在兵士は4万人に拡大され、住民との比率で表すとジャージーでは3対1、ガーンジーでは1対1となる。フランス本土の比率が120対1であることを考慮するといかに異常であるかがわかる。
軍隊の数自体は異常ではあったが、その統治はそこまで過酷ではなく、東欧諸国のそれと比べるとむしろ優しいほどとも言える。これは英本土占領のモデルケースとして扱ったのもあるが、民族間の対決がそれほどなかったというのも影響している。まあ元をたどれば西欧は全部ゲルマン人みたいなもんだし。ただ東欧のそれと比べ優しいが今まで通りの生活ができなかったということに変わりはなく。大きな改変としては今まで左側通行だったのをドイツに合わせ右側通行にしたり、タイムゾーンをイギリスのそれからドイツのものに変えたり、さらに様々な娯楽の禁止、門限や検閲、そして身分証の義務化、さらには学校でのドイツ語教育を強制したりした。もちろんこの他に反独や親衛的な行動は禁止され、反乱防止のために刀狩りも行われた。貨幣の置き換えなども行われ、諸島では独自の通貨やドイツの通貨であるライヒスマルクが使われた。ただ住民とドイツ兵の関係はそれほど悪いものでなく、本来禁止されているがある程度の交流があり、中には結婚した例もあったという。この他付け加えられた法律の他に元来の法律も機能しており、窃盗で捕まった人も多くいた。それはそうと敵国に統治されるのをよく思わない人も多くいて、終戦までに225人の島民が島から脱出している。しかし英仏海峡を越えるのはそうたやすいことではなく、脱出に失敗し投獄された人も多くいた。そして当然ではあるがドイツに対するレジスタンスもいたが、チャンネル諸島のそれはフランスと比べ活発でなく、レジスタンスを行った島民は約 1% ほどであった。ただ武力以外での形の抵抗は多く実施されており、チャーチルが主導した勝利を表す V サインキャンペーンの一環として広場に V サインを埋め込んだり、また英軍兵士の遺体が島に漂着した際にドイツ軍によって埋葬されたが、この際に5000人ほどの島民が愛国心を示すために葬儀に出席し、花束を捧げた。この他に他の占領地同様にドイツはユダヤ人や障害者を収容所送りにしようとしたが、島民の抵抗により精神病院の患者の移送は中止された。しかしながら大戦を通しての抵抗型の占領地のそれと比べあまりにささやかであるため、戦後に島民は言われのない批判を受けることとなる。生活上不可欠となるものに関しては、食料はもともと 80% を輸入に頼っていたこともありすぐに不足するようになり、農業に関しては多くの人が家庭菜園を行うようになり、漁業に関しては逃亡を防ぐために禁止されていた。そしてその耕作地も42年後半から要塞建設のため 20% ほどの土地が接収され、海岸への立ち入りも制限されたため海藻を元とした肥料も不足し、生産効率の悪化に拍車をかけた。食料の不足分をフランスからの輸送によって賄っていたが、44年にフランスが解放されると食料の輸送が途絶え、島民はもちろんだが優先的に食料が配給されていたドイツ兵までもが飢餓状態に陥るようになった。このため赤十字による支援を受けることとなるが、これは事象にて取り上げる。衣食住の食は済んだので次は住。住居は今まで住んでたところにそのまま住めばよいのだが、4万人ものドイツ兵を収容するために民家に宿泊することが多々あった。報酬として住民に食費や洗濯代を支払うことがあったが、戦争後期になるとそれもなくなり、さらに税率が上がることによって島では物々交換が一般となった。衣についてはそこまで語ることはないので代わりに燃料関係を。ガソリンに関してはほとんどの車が木炭車に改造されたためそこまで困らなかったが、燃料用の炭や木材の不足が顕著であった。44年にフランスからの輸入ができなくなってすぐに石炭が不足し、それを補うために島中の木が伐採されことごとくハゲ山と化した。石炭不足を補うために後々やばいことにはなるがそれはまた後ほどに。ちなみにチャンネル諸島の平均気温は1年を通して氷点下になることはないので投資するほどではない。それでも冬になると一桁台にはなるので廃屋から木材をもぎ取ってきて暖を取る人は多かった。ある程度市民生活に関して分かったので次は赤十字による支援を見ていこう。赤十字による支援は占領が始まった直後に始まっており、初期は物資の支援でなく島から差し出される手紙の配達を行っていた。ドイツから多数の中立国を経由して送られるため手紙が届けられるまで数ヶ月を要するが、文字数や検閲の制限を受けながらも多くの島民が避難した身内へ近況を知らせるための手紙を書いており、44年に手紙の輸送が止まるまでに100万通ほどの手紙が届けられた。郵便が止まったのは何度か話したように島が孤立したためであり、このため前述したように食料や燃料が不足した。これに拍車をかけるように島には当然のように死守命令が出されており、降伏することもできなくなった。
ドイツ軍司令官は徴兵可能年齢の男性以外の住民を A 本土に避難させる提案を行ったが、兵糧攻めによってドイツ軍の弱体化を狙った A 政府によってこの提案は退けられた。一応フィッシュ命令の発令の3ヶ月後の9月に早期降伏を求めるための使節が島を訪問したが、ドイツ側は面会を拒否。さらによりヒトラーに忠実的な人物に司令官が交代したためドイツ側が降伏する可能性は限りなくゼロとなった。しかしながらガスの供給は止まり、石炭も不足し、さらにドイツ軍による食料の挑発が行われたほか民間人に対する医療も停止した。この状況の中で11月にようやく自治政府、ドイツ当局、A 政府、そして赤十字による交渉が妥結し、スイスと赤十字経由で民間人向けの小包をドイツが受け取ることとなった。12月末に赤十字の小包を運ぶ船が到着し、多くの島民の命が救われることとなる。小包は食料品だけでなく、医薬品や衣類も含まれており、製造国にもよるが中には茶葉やタバコといった嗜好品も含まれていた。ドイツ側はこれらの分配には基本的に関与しなかったが、一部兵士による窃盗事件が報告されている。これは食料不足はそうだが、戦争後期に一部の部隊が東方大隊になり、兵士の質が悪化したことも関係したと思われる。赤十字による支援はこれの他に収容所に向けられた支援もあったが、これは後に解説する。これ以上長引かせたくないので一旦ここで区切らせていただく。ご視聴、ありがとうございました。